の長さを求めましょう。三角形 ABC は正三角形です。さて、まず方針からなんですけれども、2つの三角形を見てほしいんですね。三角形 ADB と三角形 CDE、 これは相似になっています。対頂角が等しいのと、弧 BE に対する円周角が等しいので、2組の角が等しいですね。ということで相似ですので、比の値を使うことができます。 BD 対 ED イコール AD 対 CD、 図の向きを同じにしてみるとこのようになります。そして BD と AD の長さはすでに分かっています。 ED がこれから求めたくて、 CD さえあと分かれば比の値の比例式を作ることができます。ちなみに CD なんですが、左の図ではこの部分ですよね。これは三角形 ABC の一辺から BD の4を引いたのを5というふうに捉えられますので、まずは三角形 ABC の一辺の長さを求めたいと思うわけです。それでは始めます。三角形 ABC の一辺の長さを求めるために、まずはこちら補助線を引きたいと思います。 D から AB に垂線を引いて交点を F とします。そうするとこのような小さな直角三角形ができるんですけれど、ここの部分60度です。なぜかというと三角形 ABC が正三角形だからですね。すると1対2対ルート3という比の値が取れますので、 FB の長さをまずは出していきたいと思います。1対2イコール FB 対4ということで、内側同士外側同士の掛け算イコールで結びまして、2FB イコール42で割って FB は2です。次に AF の長さを出したいんですけれど、ここを出すときに三平方の定理を使います。で FD の長さも欲しいので FD を出します。こちらの上の図でいうとこの部分ですね。今回 FB が2と出ましたので、 FD は比の値が1対ルート3、言い換えると FB のルート3倍の長さということですので、 FB の2のルート3倍、2ルート3であるということが言えます。さあ、ここで三平方の定理を使いまして、 AF の2乗は4ルート7の2乗引く2ルート3の2乗、それぞれ計算すると112引く12で100、100っていうのは10の2乗、マイナスは使いませんのでプラスだけ考えましょう。つまり AF は10です。 AF が10と分かりましたので、この2つ10と2を足してあげると三角形の一辺の長さが12であるということが分かったわけです。これで DC を求めて使うことができますね。さて、 DC の長さは三角形の一辺が12ですので、 BD の4を引いた残り8となるわけです。改めてこちらの2つの三角形の相似関係で比の値を取っていくと、4対 ED イコール4ルート7対8となります。これを内側同士外側同士の計算をしていくと、4ルート7 ED イコール32、4ルート7で割りますので分数の分母が4ルート7になります。約分をして4と32が1と8、分母にルート7が残ります。これ有理化ですね。分母分子にルート7をかけることによって7分の8ルート7という答えが出てきます。 ED イコール7分の8ルート7というのが最終的な答えでした。いかがですか？見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。バイバーイ。